皆さんこんにちは、 DK です。今日は実家で愛犬の散歩をしております。愛犬のフェイフォンなんですけど、後ろ足に腫瘍ができたようで少し出血しています。歩いているとですね、少し足を引きずったような感じになってます。以前も、左の脇腹あたりに、出血、潰瘍を伴う腫瘍ができていましたけど、そのまま経過を見ていたら自然治癒しています。こんな感じですね。現在16歳、今年の5月で17歳を迎えます。かなりの老犬です。突然メニエールのような症状が出たり、お腹のあたりにはもうイボがたくさん出てます。まあこれも全部老化現象の一種だと思っています。フェイフォン自身は、食欲旺盛で餌をもらうことが楽しいでしょうがないようです。いつもとは変わりません。ただやはり運動機能はかなり低下していますね。走るのもだんだん遅くなってきてます。これから先もいつも通りに、散歩をしていきたいと思います。